吉野さん、肝うまかったですか、まあ肝が座った人生ってのも一つあるんですけども今回のテーマはね話すにしてみようかと思います、まあ、手放すっていう意味で言うと R34 手放した時の気持ちっていうのは一、まあ、つね大きなものがあったと思うんですよで同時にこの「話す」っていうのは、まあ、リリースというかねこの解き放つっていう意味があって無限に向こうまでもういろんな思いをこう届けるんだみたいな解き放つっていうのがありますよね だから妙な感覚なんですけどもその R34 を大事にしてこうね抱きしめるように保有してた時と R34 を手放した時となんかその寂しさとともに一定の解放感があったのかなと思うんですよね例えというなら R34 に閉じ込められていたような解放されていたようなねその瞬間の入り混じったような感じで新しく BM のブルーをねオープンカーを迎えた時の新鮮な気持ちとしてね なんかずっと R34 を乗り続けてきたからこそ今回の BMW の重さというか乗り心地がまた一段と解き放,れた,もの解き放たれたものになるのかなとかねうーんなんかねまあ得るのと同じぐらい捨てるのってすごく大切なんじゃないかなと思うんですよつまりは同じものを 握っていたら新しいものが掴みに行けなくなるんでまあ古い iPhone をね手放して新しい iPhone にしたっていうのも一つこじつけめいたものがありますけども手放すことによってちょっとの寂しさと大きな期待をまたね迎えることができるんじゃないかなと思うんですようんまあいろと考えていくとネットビジネスに参入して私は固定費の 重さっていうのを本当に痛感しましたねであれほど負担だった麻雀店を手放したんですけどもいまだに心のどっかにね麻雀店の自分はいるんですよもう麻雀パイなんて触ることもないでしょうけどもでもあの頃の思い出っていうのはそのまま積み重なることはないんですけども営業が終わっちゃったんででもなんか逆に言うとね深深くなっていくっていうか膨らんでいくっていう気持ちがしますね だからね、あの、捕まえることと手放すことって呼吸のように人は繰り返していくんだろうなと思うんですよ。まあ、こういう風な言葉もあるんですよ。大切な人と出会うのはとても良いと。その人を手に入れるならば最高だと。その人を失うのはその次にいいことなんだよっていう風にね。そんな言葉があったと思いますね。うん、まあ、あの、抱えられるものには限度がありますしね。 まあ所詮私たちがこの胸に抱けるのっていうのはほんの小さなものだと思いますし私たちが知りたいっていうのかね解き明かしたいのは多分この両手に抱えられるだけの真実なんじゃないかなと思うんですよ。情報がたくさんあって今ものすごい大変な戦争も起きてるとそんな時に自分は何をすればいいんだろうかっていうふうに 確かに大事なんですよ、戦争のことはでも自分個人の働きが戦争を右にも左にもできない時に戦争が心配だから何もできませんでしたねコロナみたいな感染症が気になって何もできませんでしたでもコロナにしても戦争にしても個人の力でどうするんだってことですよとりあえずは私たちの身の回り開け放たれた空間をですね掴んだり離したりとかして ここを整備ししていいいくかかなななんじゃないかなと思うんですよ、うん。そして世の中が平和で幸せになるっていうことは一人一人がある程度自分の力で幸せと平和を本当に半径1メートルぐらいのところに作れた時その集合体が世の中が平和で幸せになる一つのスタートになるんじゃないかなと思うんですよね。うん、なんかねわざわざ自分の気に入らないものとか不快になるものを探しに行って。 そこに心をとらわれていたんじゃ幸せや平和はやってこないのかなと妬みとか野心がそこにはね宿るんではないかなと思うんですよ、まあ、十分心を解き放って離、まあ、れた気持ちでね自由に新しい発想を迎えていけばいいんじゃないかなと思うようなそんな3月16日でした行ってきます